名古屋ドームからお伝えしてまいります。中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。うん、そうでしょうね。まあ、ですからね、ランナー1人どう生かすかというところでしょうね。はい、そのあたりに注目していきましょう。打順は6番ゲレーロ。ドラゴンズこの回追加点を許しています。小宮山さん、今日は調子が出ませんね。まあ、決していいピッチングとは言えないですけどね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。打った打った瞬間確信したか。ぐんぐん打球入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。ドラゴンズその差を3点に広げられる痛い一発となりました。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。カーブが抜けてしまいましたね。失投ですね。はい。さあ、球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。西さん、やはり今日は相手がエースだったということで打線は相当手こずりましたね。そうですね、今日はなかなかうまくいきませんでしたね。明日以降の修正に期待したいですね。勝ったジャイアンツ、大きな今日は勝利になりました。一方のドラゴンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。本日